じゃあこんにちは。はい、はい、豊さん。まあ速報に近いような、今日もね、速報でもないような、まあでも速報ですかね。そうだね。突然決定ということで、まあ突然でもないんだろうけどもね、いろいろ水面下とかいろんな、うん、ね、日々交渉は重ねてたと思うけども、何がというと、はい、山崎福也、はい、オリックスの山崎福也投手が、はい、ね、移籍先を巡っていろんな報道ありましたけれども。結局、日本ハム移籍を決断ということで、今日報道がありましたけれども、どうですか、まず聞いて、チームね、名乗り上げてたチームが。まあね、俺は関東に思い入れがあって、関東の方に来るんじゃないかなっていうような気はしてたのね。ヤクルト、DeNA、巨人が関東でしたよね、あとソフトバンクというね、で、北海道、日本ハムと。で日本ハムに決まったわけだけども、うん、まあその新聞紙上の書き方であれば、はい、まあ、熱意というね、まあ、情熱ということ、うん、まあ、それと自分の評価ということに対して、うん、まあ、エース級で扱ってもらえるという、うん、まあ、確かに噂が抜けてね、うん、加藤とか伊藤大海とか、まあ、根本ね、若いピッチャーいるけども、うん、まあ、その中でも、まあ、先輩格で、エース格でやってくれというようなね、うん、だから自分の働き場所をしっかり明確に伝えたということだろうね。これね、チームとしてはリーグは同じですけれども、1位のチームから最下位のチームに、しかもね、2年連続そういったような成績のチームにっていうと、全く環境変わってくると思うんですけど、環境変わるけども、自分の存在価値っていうのは大きくなるだろうね。そうですよね。やっぱり山本由伸、宮城っていうのに代表されるように、まあ投手陣の層が厚いしね、山崎福也っていうのは4番手5番手っていうような、まあ位置づけだったからね、そういう意味ではその日本ハムに行って最下位なチームだけども、やっぱこう一つでも順位を上げることによって自分の存在価値っていうのは、まあ上がってくるかなという感じはするよね。ね、モチベーションもね、まあチームを引っ張っていくような存在になってくるとね。これはね、予想がね全く外れた。まずね、同じリーグに行くことはないと思ってたわけね。なるほど。そうすると。やっぱり優勝チームからさ、他のチーム、同じパ・リーグの中で動くっていうことはないような気がしたのね。まあそれとやっぱ関東出身ということで、やっぱり巨人、ヤクルト、DeNA、この3球団かなっていうふうに思ってたんだけど、これは全く外れた。それと、まあ DH がないから自分でもバッティングができるじゃない。だからまあだからそういう特徴も自分の特徴を生かせるために、まあそうだね、選ぶとは思ってたんだけど、セ・リーグをもう全く変わった。ね、その意味で言うと、こう二刀流を輩出している日本ハムということで、そこっていうこともあったんじゃないかっていう話もあるんですけど、いや、まあ新庄監督の発想からすると、あのバッティングを完全に置き去るっていうことは、まあ、しないような気もするしね。そうすると先発しない日に DH で登場するみたいな、まあ、可能性はあるね。まあ可能性もあるし、まあ投げてる時にも打席に立たせる可能性もあるよね。だからといってもう体力的に二刀流がしんどいのかもわからないよね、山崎福也もね。だからそれはもうこう憶測で喋ってて、我々の楽しみだけで喋ってるけども、可能性ということで、可能性とすればなくはないよね。なくはないけども、まあでもまああそこは矢澤っていうね、二刀流に挑戦してる選手もいるし、まあ山崎福也もするのかどうかわからないけども、これは年齢的にはもうちょっとやめといた方がいいだろうなっていうふうには思うけどね。31歳ね、だから今からやっぱバッティングやってどうのこうのすれば違う筋肉も使うし、怪我につながる可能性もあるしね。いやだけどそのソフトバンクがね、12億だとか12億以上だとか、まあジャイアンツもそういう報道をされててね、でまあ書いてある通りで言えば8億で4年8億ということで、契約をするというようなね、ことを書いてあったけども、まあお金じゃなかったというね。でまあね、プロ野球選手っていうとね、評価はイコール金額みたいなところありますけど、まあそうだね、まあそれだけじゃないというね。まあ、北海道という地も魅力的だったのかもわからないし、エスコンフィールドというね、新しい球場ということも魅力的だったかもわからないしね、で環境をガラッと変えるとすれば、やっぱ北海道を選ぶというのはね、まあ悪いことではないなっていうふうには思うよね。うん、なんとなく北海道の雰囲気がなんか合ってませんか、山崎さんが当時なんとなくね、爽やかな感じがするしね。だからまあそうだね。それとお父さんがね、やっぱり日本で過ごした経験もあるということでね、選手コーチとしてねお父さんが在籍されてたということでね、そういったこともあるんですかね。まあそういうこともアドバイスの中にはやっぱあると思うよね。あとまあね、自分のお父さんがいたチームっていうとちょっとなんかね嬉しいとかあるかもしれないですよね。でも日本ハム行ったら年齢的には相当上の方になるしね、みんな若いし。だから兄貴としてこう引っ張っていかなきゃいけないし、まあでも日本ハムの球団って本当にいい球団だしね、やる気あるし、活気に満ち溢れてるというか、負けてもへこたれないチームだしね、切り替え早いチームだし、まあこれは新庄監督がね、まあそういうふうに察してるというか、で今季から稲葉監督が2軍にいたりとか、まあ GM ね、そう最高権力者みたいなところに。栗山英樹というね、WBC 優勝監督がいるし、だからまあそういう意味では、そうそうたるね、そういいところにまあ選択したなっていうようなまあ気もするよね。まあいろんなところとこう接してきて、やっぱ熱意を一番感じたっていうその熱意っていうのはすごく大事で、ただその裏付けは。やっぱしっかり成績を残さないとまあダメだよというね、まあそういうこともあると思うんだよね、だからまあ山崎幸也今年ね、2桁勝ってまあ相当な自信もできたと思うしね、ただその相手に対して今度は投げていかなきゃいけないわけだからね、まあ相当きつくはなると思うけどもね、まあだけどああそこ行ったかみたいなね。朝でなんか一言豊さんが「ハム」って言うから「え何の話?」って思って「ハム」って言われたら何のことかな、山崎投手の行き先だと思ってやっぱりこう関西からすれば一番遠い位置じゃない、でそこを選ぶっていうのはそんな思ってもなかったから、だからちょっと意外だったけども、まあねそうですよね、こうでも紐解いていくとはこういったことあるのかなっていうね要素はありますかね。まあでも金よりもやっぱ自分の立ち位置、その確率がね、まあ、しっかりできるところ、まあ、エース級としてねやっぱ活躍できるところ、やっぱ頼りにしてくれるところ、やっぱこう仕事で責任感がねないとねやりがいもなくなるし、だからそういった意味ではいい選択をしたのかなっていうふうに思うしね、でお金で何よりもお金でなびかなかった、やっぱそういう誠意で、まあなんていうのかな、こう心が揺らいだというかね、心が動いたっていうことに関しては、まあ、すごく爽やかなイメージがあるし、金で動いても全然いいんだけどもさ、ね、それはもう評価だからね。まあだけど山崎幸也の場合はやっぱこう熱意がね心を動かしたっていうね、まあ選択だったということは、まあ素晴らしい選択になるようにね。ねますます楽しみですよね。ますます楽しみだし、私日本ハムに1年しかいなかったけども一応後輩になるわけで応援したいと思いますよ。本当ですね、はい、まあ結局ねこれ残留求めたオリックス含め6球団がね争奪戦をしていたということの決着というか、いやまあ人気がねそうだね、FA で一番人気だったけどもね、まあこれで落ち着いたということでね応援してます。はい、頑張ってください。はい。